ホワイトホルム城を奪還し玉座に着いたロラン。だが一方、傀儡政権を放置して長らく息を潜めていたことへの不信、ロランが不在の合間に王国民の愛、ロラン様、こちらに。ああ、気のない返事をなさる。ホワイトホルム城を取り戻した。戦後処理をはじめ責務が山積みです。ああ、分かっている。エス・フロストめ、俺から全てを奪おうとする奴らがいる。ノラン様、お辛いです。私だけではありません。国民も皆。おお、父はいついかなる時も私情を挟まなく、俺も。ノラン様、療養所から連絡が入りました。まさか。いえ、順調に回復。コーデリア様は皆に伝えたいことがあるとおっしゃっているそうです。わかった、庭園で話を聞くと伝えてくれ。ただし。はっ。ヒューエット、セルノアたちにも伝えてくれ。はい。どうした。いえ、こんなに行ってまいります。コーデリアが、そうだ、一つずつ。なるほど。はい、侵攻後大臣パトリアトを筆頭とする王党、その貴族たち、彼らが持っていた利権を取り上げ、パトリアトらは不満だったでしょうが、おかげで。なるほど。戦略総帥らしい。一方で次の戦い。次の戦い。ええ、ハイサンドの首都を守る城壁、女神の大金砲が完成すれば。大金を。爆裂眼とエスフロストの製鉄技術を、女神の盾を打ち破ることができる。エスフロストが、そんな。何が平和のための統治だ。王とは単なる足。グスタドルフの動きは気になる。だがまずは王。わかりました。まず被害状況を調べ、ウォルホート家としても。助かる。しかし今は七聖人としての立場もある。コーデリア様、すみません、少しめまいが。探しましたぞ、コーデ。パトリアと。療養所を出る許可を与えた覚えはありませぬぞ。大勢の異邦士を手配した私の苦労を。療養所にお戻りください。無理はするな、コーデリア。はい。若、王都の被害状況は。そうだな、復興を急がねば。被害以外に何か傷。申し上げにくいのですが、ロラン様、エス・フロストは王国民の援税を免除していました。何よりグスタドルフがグリンブルクにもたらした。あの男は王国の古い制度を廃し、実力のある者。エス・フロスト本国と民にと。それがまた古い体制に戻った。だから。ロラン様もその空気は察している。アンナ、城内の様子。はい。王党派貴族の筆頭、
グスタドルフばっかでも人脈を買われていたようです。ロラン王を支えると息巻いておりますが、信用はならないかと。これはウォルフォート家の皆様方、恐悦至極。いやはや、そう邪険に使える主が変わってしまってもなお、こうしてロラン王の進化として。ロラン王、どうもロラン王はエスフロスト。しかしながら民はもう戦に疲弊しており、重々お気をつけ。警告か。仮にそうだとしても。はい、ひとまずロラン王のもとへ。私はもう少しジーラと町を回って。わかりました。だが、グリンブルクは古い。でもそれゆえに身分や前例をとても思う。一方グスタドルフ総帥はグリンブルクの因習を窮屈に感じていた民にとっては。そうですね。でも。おお、フルデリカ様。ボルフォートからの伝令ですね。はボルフォート城より先代。はい、気もしっかりしておられ、王都奪還の知らせを大層喜ばれて。ぜひ皆様、セレノアの喜ぶ顔が目に見えるようです。もう一つお伝えしなければならない。ウォルフォート領。はい、ローゼル村の周辺を盗賊たちが。恥ずかしながらウォルフォート城の兵だけでは退治できず。手強い相手なのですね。ひとまず皆に知らせましょう。ある。戴冠式を行う。民の不安を鎮め、信頼を取り戻す。失われた王家の権威を再度国内外に知らしめる。形なきもので安心できるような状況か。今心配ご無用。そちら、しかし真にグリンブルクの支えとなるのは戴冠されたロラン様が玉座におられるだけで。玉座にいる。そうです、王の第一の役。祭りごとに関することは全て我々に。まだあなた様は王になられたばかり。パトリアと戴冠式は不要である。民の声に耳を。かしこまりました。ヒュエと民の様子は。それがハイサンドか。どうやら民にはなぜそんな。わかりません。ただパドル王都派貴族と。ウォルフォート家とエグスアム殿のみならず、タラースら指揮官を打ち。上々の成果です。今頃グスタドルフはどんな顔。いいや、
いっそこれを着エスフロストには鉄の資源と技術がある。なに、グリンブルクに命じてノゼリア新鉱山を押せ、王都奪還を全面的に支援してやったの。ノゼリア新鉱鉄鉱山のはずだが妙に引っかかる。イドウ殿、ともあれ塩は我らが抑えているのです。それにグリンブルクは復興の縁。はい、ロラン殿、セレノア殿からそれぞれ復興のための援助をたんまり。ただし七聖人たる。承知しました。民に女神の加護を知らしめるだ。じっくり飲み込みましょう。ミナのおかげで王都の被害状況は分かった。それから父の意識が戻ったそうだ。回復も早く。おお、早く我らと会って急いでウォルフォート城に戻り。そうしたいところだが。ローゼル族の村の周辺を盗賊たちが。あの村にはジェロムたちがいます。それがウォルフォートの兵が持て余す。ゆえに遅れてすまない。何事ですか。パトリアトラ王党派貴族たちが。まだ確証はありませんが必要。何が起こっているか調べねばならん。なるほど、一度整理させてください。目覚めた父の要請に応えて盗賊に狙われている王都で王都派貴族。シモン殿が回復されたの。ウォルフォートの働きに対しあって今王家を非難する声が高まっている。シモン様がお目覚めになったからには御用代を確認し。セレノア様、ウォルフォート城。私はどうしてもローゼル族の村。いくらなんでも一人では危険。もちろんウォルフォートの兵の力覚えていますか。もちろん。そう、あの時。でも今の私は信じて。わかりました。うん、俺とフレデリカはベネディ。そのようです。その上で新年の天秤。若、セレノア様。ですが考えさせてください。あの、私は ですが、you
では、投票を始め、ウォルフォート領に戻るか、ローゼル村に行くか、それともそれぞれの信念を。申し訳ございません。お許しください。若のご意見に。信念の天秤よ。道は定められた。我らはフレデリカと共にローゼルム。私はフレデリカと共に。盗賊の目的が何であれ、あの地を踏みにじらせはしない。ありがとう、セレノア。分かった、お前は領主の務めを果たせ。では私は若様の代理としてシモン様へ報告に行ってまいります。ではロラン様、ベネディクト、それぞれ用を終えたらまた王都で会おう。